ソムリエ TV をご覧の皆さん、こんにちは。ソムリエの哲也と、今日は、またワインの定期便のご紹介でございまして、7月号のご紹介でございます。7月号はこちら、アズマコーポレーションのダニエルさんとご紹介していきたいと思います。よろしくお願いいたします。今回第1週の前にということでございまして、ダニエルさん、それこそ4月ぶりそうですね、4月ぶり、うん、暑くなりましたね。いや、今月もよろしくお願いいたします。いやもう前回はですね、それこそ神の雫の先生とですね、なかなかこう飲んでマリアージュもさせてもらったりですね、非常にいい、まあ、マリアージュも、あとですね、やっぱもうアズマコーポレーションすごいねっていうふうに言ってもらったので、ああ、それはありがたい言葉です、ね。もう安さの伝道で僕たち言ってますけど、安馬といえばアズマさん。で、5本今回ね、またね、選ばなきゃいけないときに、アズマさんかなと思いながらこう選ばせていただきました。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。さて、第1週のワインは、はい、こちらでございます。はい、エメシテンツのヴァンダルザス・エーデツ・ベッカー。エーデルスビッカー、エーデルスビッカー、いやー、アルザスの言葉難しいですよね。これはそれこそ1980円、70円、はい、1980円、税別、はい、税別、はい、ヴィンテージは2018年でございますですね。いやー、で、まあ、どんなところかというとですね、ちょっと、見ますとここですね、ちょっとね、航空写真にして変えますと、ユーンとこう寄っていきますですね。フランスのアルザス地方ですね。はい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 、どん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 寄っていきますけど、このあたり、まあ、それこそコルマールのすぐ近くですね。そうなんですよ。で、もうギューンといくと、はい、こちら、エルゾグ通りって知らなかったです。ピュッとピュッと落としますと、こっちやね。いや、いかにもアルザスっぽい。ですね。可愛らしいお家がね。ここですか？ここです。行ったことある？ないんですよ。カタログの写真でしか見たことない。なるほど。あ、本当だ。あ、そうですね。そうなんですよ。あ、間違いなくそこですね。あ、アルザスの街って結構こういう中世のね、面影を残す街並みがあって、う、ね、うん、エメシテンツ、エメシテンツ、あ、ここね、やっぱりね、僕たちもね、こうアルザスはね、やっぱり行きたい、行きたいですね。それこそあの昔、それちょっとだけ遊びにコルマールのあたり行ったんですけど、うん、やっぱりコルマールといえば、まあ、ハウルの動く城のモデルとなったような街だったりとかしますからね、うん、はい、じゃあ早速飲みましょう。はい、まあ、これはそれこそどんなワインなんですか？そうですね、まあ、あのアルザスのワインというと、まあ、大体のちょっと高いイメージがあるかと思うんですよ、はい、あのそれこそゲベルトラミネール、リースリング、ね、ピノグリ、ミュスカとかね、あのグランクルと名乗れる、ワインというのはそのあたりに大体なってくるんですけども、そうです、ね、エーデルツビッカーというのは、まあ、アルザスの中でもカジュアルラインのワインとして知られてまして、うん、で唯一こうブレンドが許されているというタイプになります。なるほど、はい、じゃあ行きましょうか、はい、これね、これブレンドは何なんですか？ブレンドはちなみにですね、シャスラが 60%。 あ、シャスラ 60%、 はい、これは珍しいです。実際珍しいっすよね。シャスラといえばスイス、スイスとかですけど、まあ、ちょっと近いけど、しかもこの 60% も使ってるところがね、ないっすよね。かなりレアです。で、あと、はい、シルバネールが25で、リースリングが10で、ゲベルストラミネールが 5%。 あ、いい色合いですね。ね、綺麗綺麗。輝きがありますね。18年ってやっぱりすごく暑い年だったんだろうけど。そうですね。けど僕この18年のこのワインに関しては17、10、なんかこう飲んでて、ずっと飲んでて、一気にこう美容感が強くなったなっていう風なイメージがあるんですよ。なるほど。うん。はい。味わいとしてはやっぱりこう、やっぱりアズらしい、アルザスらしい、うん、甘やかなイメージっていうのが香りとしてくるんですけど、でもね、口当たり非常にドライですね、うん、こう蜜っぽい感じがありますね。おっしゃる通り、うん、あとゲベルツが 5% 入ってるんで、なんとなくゲベルツ香も出てるから、そう、ただくどくない、くどくないですね、うん、ちょっと僕いますからみたいな感じのやつしますね。はっきり主張してますね。ちょっとアルザスの畑なんかも少しね、こう航空写真で見てみようかなと思いますけどね。まあ山のあたり、まあ、このあたりがもうブドウ畑なんだろうなって、ね、大体斜面上に
ありますね。大体この辺りもうね、そうですね。はい、しかも結構な急斜面だったりしますからね、アルザス。よっ。はい。はい、こちらブドウ畑でございません。何のブドウかは分からないし、誰のブドウ畑かは分かりませんから。まあでもこういう光景がずっと続きますね。この辺りずっと走ってる。ですね。で、例えば山沿いの、例えば僕たち行ったのがシュルンバジェっていう作り手。あ、シュルンバジェ。シュルンバジェはね、うん、この辺りとかになるのかな、確か。この辺りまで行くと、もうなんか斜面が斜面でやばいんですよね。あ、そうだ。こういう時はですね、3D にしてもわかりやすいんですよね。よっ。よっ。もうこの辺りとかもザ斜面ですよね。ですね。うん、まあこういう風な斜面でもね、こうかなりワインをね作ってらっしゃったりとかするので見えないかな。まあちょっとここあたり見れたらいいんだけどな。平面に戻します。よっ、すると、はい、はい、ザ斜面。はいはい。こういうところでね、こうブドウを作ってらっしゃる、ね、はい、作ってるというのがね、このアルザス地方でございますね。うん、あ、グランクレって言われてるようなところとかってはね、なかなかな高級斜面だったりとかしますよね。そうですね、全部手積みですもんね、あの手作業ですもんね。手作業つらい、つらい人手がかかる、うん、コストが高いイコール高いそういうことですね。間違いなく高いですよねいやすげえな、まあ、でもこれは本当にしっかり結構冷やしてもらってもいいと思います、うん、そうするとね、すっきりとねした味わいがね、ギュッと広がると思いますので、ぜひぜひね、これね、やっぱり綺麗、美味しいな。でも、ね、下にこうピリピリくるようなこの感じのが僕たちはですね、やっぱりこうなんていうかな、美容感あるなっていうふうに思ったりするんですけども、うん、いいですね。夏場には最高のワインだと思います。ぜひ。なんかこの生産者はこう日本に来たりとかしないんですか？日本にはまだ残念ながら来てないんですよ。まあ、え、来た、来たいとは言ってるんですけどね。はいはいはい、はい。まあ何せファミリーワイナリーなので、なるほど、今もうあの息子さんが代替わりで、うん、今すごく頑張ってくれていて、なかなかこう国を開けられないっていう、なるほどね、現状がありまして。なるほど、なるほど。まあ来てほしいんですけどね。ファミリーワイナリーなんですね。はい。結構本数はじゃあ生産本数そんなに多くないんですか？生産本数自体も、まあ14ヘクタールですかね、総栽培面積が。なのでまあそれほど多くはないですね。そんな感じですね、うん、なるほど。いや非常に美味しいです、うん、丁寧に作ってます。ずっとね、なんかこう東さんはこちらの視点エメシテン、エメシテン2を使ってらっしゃるようなイメージがあるんですけども、はい、確かに結構長いですね。長いですよ、ね、10年ぐらいになりますかね。ずっと飲ませてもらってる感じですね、うん、ありがとうございます。それこそグランクリューの種類少なくなりました、はい、グランクリューは今、リースリングとピノグリの2つのみですね。なんか前はもうちょっとあったよね。もう1種類あったかもしれないんですけど、ね、まあ、それでも 1,2,3,4,5 種類扱ってるので、なるほど、まあ一生産者にしてはそこそこ多いかなっていう感じですね。エメシテン、うん、なかなか楽しみですね。カジュアルな方なんですけど全然いけちゃいますさてこれ何合わせますか？おっと忘れてましたね。油断してた油断してました、ね、油断してた。ね、湯葉どうですか？嘘湯葉負けますよ。それは湯葉は負けますよ。湯葉が負ける、湯葉が負ける。あ、何食ってるかよく分からなくなっちゃいます。昨日湯葉食ったんでちょっとなんとなくちょっとそれはなかなかきついんじゃないかな。それにちょっとわさびを添えてねあげると、なんかこのわさびとの相性がいい感じはしませんか、はい、なるほどなるほど、うん、まあ、あとは、かまぼこでもいいんじゃないかな。かまぼこ、うん、なるほど、ね、どうですかね。まあ確か結構さっぱり系を狙いますね。まあ酒のつまみ的な。なるほど、ちょっとじゃあつまみと合わせて、まあそれこそソムリエ的にはじゃあ、まあどうしようかな、もう軽くできるような感じで、うん、ちょっとじゃあ柿ピーなんかと。柿ピーね。柿ピーとチーズと。ザおつまみですね。ザおつまみでちょっといこうかなと思います。いいと思います。なんかマヨもいいかもしれないな。あ、マヨとの相性いいと思います。柿ピー前みたいな感じね、なんかちょっと試してみたいと思います。でわさび味、わさびがいいんですか本気？なんとなくわさびがこれいいと思うんですけど。なるほどね。まあお試しください。じゃあちょっと本わさびのわさびと少しなんかやりながら、
最近ね、ちょっとね、からしが合うっていうことに、ね、気づいてしまってるので、和からしなんですよ、それも。はいはいはい、はい。そのあたりもちょっとやりながら、ちょっと美味しいおつまみを作ってみたいと思います。うん。うん、はい。でですね、ぜひ皆さん、どんなワインとね、どんなおつまみと合わせたかと、などなど、またね、コメントいただければと思いますので、ぜひね、コメントと、よろしくお願いします。いいねとチャンネル登録のほどもよろしくお願いいたします。次回第2週は、赤ワインでございます。お楽しみに。